サー・ハロルド・ウォルター・クロトーは、イギリスの科学者で、王立協会のフェロー、1996年のノーベル化学賞受賞者である。ハリー・クロトーとも、2004年からフロリダ州立大学に勤めていたが、ここに来るまでは、長年の間、サセックス大学で名誉教授を務めていた。1939年に生まれ、イングランド東部のケンブリッジシャー州の町で、ハロルド・クロトシナーという洗礼名を受けた。この珍しい名前は、シレジアのクロトシンに由来している。父親の家族は、ポーランドのボヤノボに在住していて、母親は、ドイツのベルリンの出身であった。両親は共に、ベルリン出身だったが、父親が、ユダヤ人であったため、ナチスから逃れて、難民として、イギリスに渡ってきた。ランカシャー州のボルトンで育ち、ボルトンの学校に入学したが、そこでは高い評価を受けている俳優のイアン・マッケランと同級生だった。1955年、一家は名字を短縮してクロトーと改名した。ハロルドは子供の頃、メカノに夢中になり、科学技術の腕を磨いた。彼はユダヤ人社会の中で育てられたが、宗教には全く興味を持たなかった。彼は人間主義、無神論、アムネスティ、インターナショナル主義、ユーモア主義の4つの宗教を信仰していると自称している。彼は中等学校で科学、物理学、数学に興味を持ち、6年生の時の科学の教師の勧めもあり、シェフィールド大学に進学した。1963年、マーガレット・ヘンリエッタ・ハンターと結婚した。1961年、クロトーは、シェフィールド大学から、科学の最初の学位を得て、1964年、同じシェフィールド大学から、博士号を得た。彼の博士論文のテーマは、光回列によって生じるフリーラジカルのスペクトルの共鳴に関する研究だった。クロトーの博士課程時代の研究では、炭素とリンが二重結合で結合した化合物の初めての報告や複数の多重結合を持つ化合物の研究へとつながる亜酸化炭素の研究など論文になっていないものも多い。彼は有機化学への魅力から研究を始めたが分光学について学んだ頃から量子力学に興味を抱き始めた。カナダの国立研究所とアメリカ合衆国ノベル研究所でのポスドク研究が終わると、1967年よりイギリスに戻り、サセックス大学で教鞭を取ることとなった。1985年には教授になり、1991年から2001年には王立協会の教授を務めた。1970年代にはサセックス大学で星間物質の中に、炭素化合物を探すプロジェクトを立ち上げた。初期にはシアノアセチレン分子が見つかっただけだったが、1975年から78年にかけてクロトーのグループは、さらに長シアノブタジーンやシアノヘキサトリーンのスペクトルデータを得た。またそれらを説明する過程で、フラーレンの存在も見つけた。彼はリチャード・スモーリーとロバート・カールが、テキサス州のライス大学で、レーザー分光学を使った実験を行っていると聞いて、星の大気中で起こる炭素化学の反応を実証するために、彼らもライス大学の装置を使うべきだと主張した。1985年9月に行われた実験により、星の大気中では炭素差ができるだけではなく、驚くべき偶然の結果であるが、フラーレンができうることも実証された。3人の科学者は、ジム・ヒース、シーン・オブライエン、ユアン・リーラの大学院生と共に実験を行った。カール、クロトー、スモーリーの3人は、1996年のノーベル化学賞を受賞した。1995年、クロトーはイギリスで始まった、ベガサイエンストラストの設立に参加し、ノーベルレクチャーでの講演、インタビュー、討論やテレビやインターネットで放送された番組の質の高いフィルムを作成するのに関わった。ベガでは100を超えるプログラムを保存しているが、そのうち50は BBC の深夜番組であり、ベガのウェブサイトで無料で見ることができる。これまでに30万から70万の人が利用している。黒糖がデザインしたサイトには、165カ国からのアクセスがある。黒糖は晩年、ナノテクノロジーの研究を行っていた。2009年の設立当初から晩年まで横浜市の理数科公立高校、横浜サイエンスフロンティア高等学校のスーパーアドバイザーを務めた。黒糖は1990年に王立協会のフェローに選ばれた。1996年にはナイトに叙せられ、偉大さを名乗っている。ノーベル化学賞も受賞している。また、イギリスヒューマニスト協会の支援者として知られる。ありがとうございます。